では8レース走られます京都の的場選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前走の六町記念振り返っていただきたいんですけども、いやもう本当にこう脇本さんと別を勝負した時に、まあ、力勝負を挑みに行ったっていうのもあって、まあ、やっぱり8分の1に抜かれてしまった悔しさがもうとても大きいです。やっぱりあれが1着と2着でやっぱり疲労感もちょっと違うしみたいな感じですか。そうですね、やっぱりこう疲れてはいるところを優勝で乗り込んでくるのと、やっぱり刺されて2着で悔しい気持ちで乗り込んでくるのとは、まあ、またちょっと違いますし、今回は後者っていうことで、まあ、疲れてがっくり2着で乗り込んできました。まあ、準決勝10レースと12レースで走るにあたって、まあ、勝ち上がりの想定もするとは思うんですけども、どの段階から別戦でっていうふうに思ってたんですか。2人乗ったら山田選手だったなみたいな感じだったんでしょうか。けど、まあ、やっぱりこうどういうメンバーが上がって勝ち上がってくるかはまだ分からへん状態でも、やっぱりこう京都勢でまとまって向こう町記念平安賞を取るっていう気持ちは強かったんで、まあ、結果やっぱりこう山田先輩と並んでっていうのが、今の結果やったんで、まあ、本当にこう向こう町記念の前からはもう京都勢たくさん乗せてっていうのが理想でした。仮にもしも秋元さんに従った場合はもちろん自分が前を回ってスクリュー賞を狙うっていう。そうですね、まあ、初日特選も秋元さんとの連携やったんです、まあ、やっぱちょっと期待さんの戦期待さんの戦能力がまだまだかなわなかったので、まあ、ああいうところを課題にしていきたいです。その向こう町記念が終わって中3日でここになりましたけども、この3日間というのはどういうふうに過ごされましたでしょうか。もうケア、練習、ケアっていう3日間でした。じゃあ、まあ、1日はしっかり練習して、はい、しっかり疲れを抜いてここに来たっていう形ですかね、はい。まあ、それでも疲れの方が上回る状態ですやっぱりもう暑いし、ね、それもあるし、はい、まあ、気持ちの面でもっていうのも、はい、まあ、初日なんですけども石塚選手との連携になりますけども、並びっていうのはどうなりますでしょうか。ちょっとまだ話してないんですけども、まあ、石塚君に任せるとは思います、うん、とは思いますが、石塚任せる気持ちではあります、僕は、はい、石塚さんに話して。そうですね、今バンクっていう形ですかね、はい、その 500m バンクっていうのは印象はどうでしょうか。もう近畿に 500m のバンクが存在しないんで、うん、ちょっと久しぶりなんで指定練習乗ってから、まあ、仕掛けどころとかバンクの乗り味とかを考えたいと思います。わかりました。では最後に4日間意気込みをお願いします。疲れていますが、いっそいっそ力振り絞ってレースしていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。